シュテファン三世は15世紀のモルダビア皇大皇と称される聖教会の聖人。祖父であるアレクサンドル全領皇を没後四半世紀続いた混乱を収集して長期政権を築き、いとこであるワラキア皇国のブラド・ツェペシュやハンガリー王国のフニャディアーノ氏と並んで反オスマン帝国闘争を展開した1433年頃。 モルダビア公使ボグダン2世の子として生まれた。1449年、ボグダン2世は、モルダビア公に即位したが、公権力強化政策が、地主貴族らの反発を招いて、1451年に暗殺された。行為は、おじのペトルアロンが継ぎ、シュテファンは当時モルダビアに亡命中だった隣国、ワラキア公国の前を公にして、重慶のブラド・ツェペシュと共に、 トランシルバニア港、フニャディアーノ主のもとに逃れた。1456年に、ワラキア行為を奪還した、ブラドの支援を受け、1457年、モルダビア港に即位した。破れたペトルアロンは最初ポーランドに、ついでトランシルバニアに亡命して、帰り咲きを狙ったため、モルダビアと両国の関係を一時悪化させた。即位後は、中央集権政策を進める一方、 タイオスマン帝国優サクとドナウカ口の要衝、キリアの貴族をめぐってブラドとは緊張関係となった。1462年6月、ワラギアとオスマンとの戦争中にキリアを攻撃したが、負傷して退却した。モルダビアへの対応のためブラドは貴重な兵を東方にサクこととなりこのためワラギアの抗戦力は低下した。オスマンとの戦争後、ブラドと和解して、 親オ,オスマンを掲げた、ブラドの実定ラド3世との争いを助けたが、ブラドは、敗れて、トランシルバニアに亡命し、ハンガリー王国国王、マーチャー主一世に、無本の疑いをかけられ逮捕、幽閉された。1465年1月には、ラド3世から、キリアを奪った。1467年12月15日のバイアの、戦いで、父の仇である、ペトルアロンを捕らえ、 1469年に処刑した。ラド3世に対してオスマンとの対抗上、シュテファンはダネシュティクのバサラブ3世ライオタを支援して1473年11月にワラキア公くらいにつけたが、12月にはラド3世に行為を奪還されるなど、バサラブ3世の政権は安定せず、ラド3世と交互に行為を奪い合った。この間、 1475年にはオスマンに対してバス類の戦いで勝利し、ローマ教皇からキリストの戦士と称えられた。オスマンに接近し始めたバサラブ三世を見限ったステファンは、かつての名優にして、タイオスマン戦争の英雄であるブラドの釈放と、ワラキア幸福期をマーチャーシュに働きかけ、1476年、トランシルバニア軍を率いたブラドは3度目の、 バラキア高速位を果たした。遅れて、モルダビア軍も到着したが、両軍は、それぞれの国内事情から引き上げざるを得なくなり、シュテファンは、ブラドのために、モルダビア兵200人のみを残した。ブラドは同年暮れに戦死した。ブラドの死後もシュテファンは、オスマンと戦い続け、交際位は五十年近くにも及び、1五百四年七月二日に死去した。モルダビア行為は、 息子のボグダン三世独眼光が継承した。また、シュテファンはルーマニア正教会に多数の教会、修道院を建じたことでも知られる。その一つであるプトナ修道院はモルダビアにおいて文化、芸術、宗教面で重要な存在である。シュテファンの墓所はこの修道院内にある。ありがとうございます。